電話寝台特急はやぶさ富士号にご乗車くださいましてありがとうございます。時刻は21時14分です。すでにお休みのお客様もいらっしゃいますので、これから止まります駅到着時刻23でお願いをいたしまして、特別の場合を除き明日の朝6時10分頃まで放送でのご案内を休ませていただきます。次は柳井に止まります。柳井には21時34分、岩国22時1分、広島22時35分、尾道23時48分、福山0時4分、岡山0時46分、こんばんは岡山までご乗車のお客様がいらっしゃいます。明日の朝は名古屋から止まります。名古屋には5時16分、浜松6時30分、静岡7時26分、富士8時ちょうど、沼津8時16分、熱海8時34分、横浜9時35分、終点東京には9時58分に着きます。列車前から12号車、11号車の順で、一番後ろが1号車です。8号車、2号車にはカード専用の公衆電話がございます。トイレ洗面所は各車の寝台番号1番寄りにあります。車内に出ましたくず物は洗面所にありますくず物入れか、デッキにあります押し蓋式のくず物入れに押していただきますようお願いいたします。12号車、11号車、10号車、6号車、5号車、4号車は禁煙車です。なお寝台内でのネタ枠は火災防止のためにも固くお断りをいたします。時々盗難事故がございます。背広の内ポケットに財布など貴重品を入れないよう、貴重品は必ず身につけられ、カーテンをよく閉めてお休みください。まだ空いている席はこれからご乗車のお客様がいらっしゃいます。枕、浴衣、毛布など使用しないようお願いいたします。携帯電話のご使用はご面倒でもデッキでお願いいたします。車掌室は一番前12号車と一番後ろ1号車にあります。ご用の際はお申し付けください。お話をされているお客様は小さな声でお願いいたします。それでは車内の明かりを少し暗くいたします。ごゆっくりお休みください。